売春防止法違反の疑いで逮捕・送検されたのは風俗店経営者の小渡直樹容疑者ら男9人です小渡容疑者らは先月札幌市中央区南六条西5丁目にある風俗店2店舗に通行人を案内し店の女性と引き合わせた上、売春行為をさせた疑いが持たれていますその後の取材で2店舗合わせて年間1億円以上の売り上げがあったと見られることが分かりました 警察は男9人の認否を明らかにしていませんが収益の一部が暴力団に流れているとみて金の流れなどを捜査しています。